東条牧枝2000年5月は東条秀樹の次女で家事調停委員。初婚の際に小賀牧枝、再婚の際に田村牧枝と姓が変わった。東京府で東条秀樹陸軍少佐とその妻、勝子の次女として生まれた。兄弟は長兄に秀高、次兄にてるを、姉に三枝、弟は年を、妹は幸き君えがいる。二人の兄とは、 年が離れていたが、弟と妹とは年齢が近かったこともあり、仲が良かった。1943年、当時陸軍大学校本科学生だった小賀秀政陸軍大医と結婚し、息子を一人も受けている。小賀は1945年8月15日に発生した宮城事件で自決した。その後、後に東洋大学名誉教授となる田村健二と再婚。 1952年日本社会事業大学卒業、東京家庭裁判所調停委員、参与員を歴任し、マリッチカウンセリングに従事。児童心理学、社会学面での夫との共同研究には意欲的で、強調が多数ある。また、家事調停の専門家として、メディアにも出演している。長兄、秀隆の子であり、牧枝にとっては目に当たる東条優子らのように、 家族の立場から、父、秀樹を擁護しているが、祐子ほど英気の子としての活動はない。実家で保管されている英気の遺品の革カバン、名刺、軍服などの保存にも関係していた。例えば、日本放送が1967年9月29日に放送したラジオ番組ザパンチジャーナル第71回にゲスト出演している。ありがとうございます。